皆さんこんにちは、キコです。このチャンネルでは皆さんと私の夢の実現をテーマに運気を爆上げしてサクッと幸せになる方法をお伝えしています。本日はいただいたご質問にお答えしていきます。お悩みは現在オンラインサロンスペースシップで募集しております。ご興味のある方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。それでは本日はニックネームアッシュさんからです。それでは早速ご紹介します。キコさんとサンリンさんのコラボを拝見してからサロン会員に登録させていただきました。ありがとうございます。今年の初めに上司とお客様との板挟みになり、ストレスで体調を崩しました。私はサポートが得意なので上司の仕事を率先してサポートしてましたが、最終的には丸投げされるようになり、クレーム対応も全てやらされる結果となり、限界を感じて全てを突っぱねました。会社を巻き込み、一悶着ありましたが、会社が守ってくれ、その上司は退職となり、平穏に仕事してました。ですが、他の上司、先輩になる営業にも最近同じことをされるようになり、またストレスがたまる日々です。いろいろと掘り下げてみて、私は自分のペースを乱されたり、当たり前のように仕事を押し付けられることが嫌いなんだと分かりました。ありがとうと言ってくれる人には心よく貢献したいと思います。お客様にも素晴らしい対応だとお褒めいただくことも多いので、対応力や接客能力は自分の素晴らしい部分と自信が持てます。今の会社には恩もあり、他の方々にも日々感謝しています。ですが一部の人には不快感を感じ、関わらないといけないので、ここは自分のために仕事を変えたいと思うようになりました。紹介で仕事のご縁をいただいたりしていたので、好きなことを仕事にするというスタートを切ることに躊躇してしまう自分もいます。収入面も心配ですが、自分がこれと思うものも決めかねています。まず方向性を決めることから始めようと思っていますが、バンジーできるようにアドバイスいただけると嬉しいです、ということです。はい、それでは早速お答えします。現在の職場でですね、とてもお客様と上司に好かれて評価されてっていうことなんですけども、上司から理不尽に仕事を押し付けられたりとか、それで一悶着あり、問題が解決したけどまた同じことが起こってしまって、仕事を変えるのかどうかっていうところにいらっしゃるっていうことですね。はい、じゃあこの状況何が起こっているかっていうことなんですけども、掘り下げもされていると思うんですが、掘り下げてみて、私は自分のペースを乱されたり、当たり前のように仕事を押し付けられることが嫌いなんだっていうところまでは出てこられたということですね。じゃあね、もうちょっと掘り下げしてみましょう。なぜかというと、これ繰り返し起こっている時っていうのは何かのお知らせです。アラートみたいな感じでね、なってますね。だから、1回目、せっかく会社ぐるみでなんとかなってクリアして、その上司が退職したにもかかわらず同じことが起こったっていうことは、これはね、この職場じゃないよっていうことではなく、アッシュさんの何かを変える必要があるっていう風に見た方が自然かなとは思います。で、この場合はですね、ご相談内容の本文のところから見ていくと、ポイントがねいくつかあるんですけども、まずサポートが得意なのでサポートをするのは好きだと。でも、だんだん当たり前にそれを押し付けられるようになっちゃったりとか、丸投げされてどんどん負担が増えてくると、で最終的にパンクするっていうことですよね。掘り下げて、押し付けられるのが嫌だとか、当たり前のように押し付けられることが嫌だっていうところまでは出たけど、アッシュさんの文章からすると、褒めてくれればいいよ、ありがとうって言ってくれればいいよっていう感じなんですよね。だからね、ここにちょっと怪しさを感じる、ここはちょっともう一回掘り下げていただいた方がいいのかなって思うんですけど、要はご自身の思考では褒められるならいい、ありがとうって言ってくれるならいいっていう風になってるわけです。これどういうことかっていうと、ありがとうって言われるためにだったら自分を犠牲にしてでもいいよってしちゃってるっていうことなんですよね。で、本当にいいならいいんですよ、別に。これって人のそれぞれ価値観が違うんで、ありがとうって言われることが嬉しくて、そのために、自己犠牲にしても全然 OK っていう方も中にはいらっしゃると思いますが、アッシュさんの場合はそれで、体調を崩したわけですよね。っていうことは、これ体がそれ NG って言ってるわけですよね。
うん、サポートしすぎないでくれと言ってるわけです。まあもうちょっと言葉を変えて言うと、サポートすることはいいんだけども、自己犠牲をしてまでサポートしたり尽くしすぎてはいけないよっていうお知らせなはずなんですよ。だからありがとうって言われるかどうかとか、そういう問題ではないはずなんです。まあありがとうって言われたらまだ耐えられるっていうだけで、ありがとうって言われたとしても自己犠牲は嫌だっていうのがおそらくね、魂の声だと思います。多分本当にサポートはお好きだと思うし、サポートが向いてらっしゃる方なんだと思うんですよ。だけど多分まあ自己肯定感が低いとか、なんか別に要因はあるかと思うんですけど、褒められたりとか、ありがとうっていう感謝の言葉さえもらえたら、どれだけでも自己犠牲しちゃうぞってなっちゃってると思うんですね。で、それをやめてくれっていうことで、体が体調を崩すとか、何かしらお知らせをしてくるわけですね。嫌な上司を出すとか。で、せっかく一番目の上司いなくなったのに、また周りが変わって同じような状況になっちゃったっていうことは、これ、また自分がお人よし発動してるってことなんですよ。うん。だから、これ、その人がいくらいなくなっても、その嫌な仕事を押し付けてくれる相手がいなくなっても、自分の中で、ぜひ自己犠牲をしてでもサポートさせてくださいっていう風な潜在意識があったら、まあ願いは叶うので、また同じようなことが起こるはずなんですよ。だから、職場を変えない方がいいよっていう話ではないんですが、職場を変えたとしても、自己犠牲をしてでも私はサポートやりますっていうモードでいたら、必ず同じことが起こっちゃうっていうことなので、あんまり転職する意味がなくなっちゃうんですね。なので、どっちでもいいんですけど、転職自体はね。他にやりたいことがあったらそっちでもいいし、好きなことを仕事にするっていうスタートに躊躇するっていう風にね、そんな自分がいますよっていう風に、書いてらっしゃるんですけれども、新しいことを仕事にするとか、好きなことをね、仕事にするっていうのはとてもいいことだと思うんですけども、でも、これ、なんでこの職場でこれが起こってるかっていうこととすごい繋がってるんですが、大して好きじゃないことだったりとか、できるけど、そこまで好きじゃないよっていうことだから、もっと好きなことをやろうと思って転職を今視野に入れてると思うんですよ。で、っていうことは、大して好きじゃないけど、できちゃうから自己犠牲やっちゃうわけですよね。ってことは、これに好きが加わったらどうなると思います？好きで、得意で、で、周りから感謝されたら、めちゃくちゃ自己犠牲すると思いません？もう体壊しまくりみたいな。だから、やばいよそれっていうことを、これお知らせとして出てるんですよ。そんなに好きじゃないことでここまでやっちゃってたら感謝されるからってね。これで好きなこと仕事にしたらあなたやばいですよっていうことなんですよ。だから、まずここで、ちゃんと自分のキャパを知ること。もうこの辺までしか私サポートしませんよとか、尽くしませんよ。これ以上は自分が不健康になっちゃいますっていうラインを、ちゃんと自分で自覚して、そこからノーと言える人にならないと、これどこに行っても一緒だし、好きなことを仕事にしたら余計ひどくなっちゃうわけです。そうすると、いくら好きなことをしたとしても、無理してたらやっぱ体にはきますし、例えばディズニーランド行ったって、一日遊んでたら疲れるじゃないですか。楽しいことや好きなことしてたって、体はしっかり疲れるし、ストレスだって溜まるんですよ。だからやっぱりどっかでちゃんとその見極めを、これ特に好きなことや楽しいことほど無理しないように、こうテンション高くいっちゃわないように、ちゃんと自分で手綱を引いてるような感覚でコントロールしてあげないといけないんですね。要はコントロールっていうと制限みたいに感じるかもしれないんですけど、制限とかじゃなくって、自分の体の声をちゃんと聞いてあげる、自分の感覚にしっかり意識を向けて、疲れてないかな、無理してないかなって聞いてあげることがすごい大事なんですよ。で、こんくらい別に大丈夫っていうのは大丈夫じゃないんで、めちゃくちゃ無理してた人が、ちょい無理ぐらいなら大丈夫って言ってるような感覚になりやすいんで、おそらくアッシュさんは体崩すところまでやられちゃってるんで、相当無理が無理のラインに設定されちゃってるんですね。そうすると、ちょっとした無理ぐらいは無理じゃないっていう風に捉えちゃう可能性が大なので、これね、この感覚はもうちょっとね、無理のハードルを下げておかないとまずいよっていうことなんですよ。だから好きなことでお仕事をするっていうのはすごいおすすめですし、好きなことの方がやっぱ稼げるし楽しいしいいんですけど、好きなことを仕事にすることの落とし穴としては、無理しすぎちゃったり安売りしすぎちゃったりとか、好きだからまあいっかってやりがちなんですよ。そうするとね、何が起こるかっていうと、好きなことだったのに嫌いになっちゃうんですよ。
せっかく好きなことなのに、これもったいないじゃないですか。悲しいですよね。誰も幸せにならないから。だからこそ今やっぱりこの線引きをね、アシュさんには課題として、あなたこれはクリアしとかないと好きなことをお仕事にしてうまくいかないよっていう風に宇宙からねお知らせされてると思います。ですから今この状況の中でご自身の体とか感覚に意識を向けて、あ、本当はここでもう嫌だって思ってたな、もうここからは断らないとっていう断る練習、ノーという練習とか、自分の疲れとかそういった感覚にすごく敏感にしっかり感じてあげるっていうことをやってから、職場を変えるのか変えないのか決められた方がいいんじゃないかなと思います。好きなことを仕事にしてるとね、よりやりづらくなっちゃうんで、今、どうせやめようかなって思ってるから練習としてやらせていただこうぐらいな感じでやってみてください。断る練習ぜひやってみてくださいね。というわけで本日はこれにて解決とさせていただきます。はい、いかがだったでしょうか。ヤッシュさん、ご質問いただきましてありがとうございました。最後に1点私の方からお知らせです。ただいま私の LINE 公式ではお友達追加記念として4つの無料プレゼントを配布しております。運気の上がる開運待ち受けとスピリチュアルを日常に生かす3つのテキストをプレゼントしておりますので、よろしければ概要欄から登録してみてください。というわけで本日は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。キコでした。キコオンラインサロンスペースシップメンバー募集中です。キコに直接お悩みが送れるこのサロン、 YouTube 動画でのお悩み回答をはじめ、月1回のオンラインセミナー、ラジオでもお答えします。その他にサロン限定での個人カウンセリングのお申し込みや無料カウンセリングが当たる抽選にご参加いただけます。 YouTube で出せなかったキコと対談企画の未公開秘蔵映像など盛りだくさんのコンテンツです。あなたもキコと一緒に毎日を開運日に、スペースシップでサクッと幸せになりましょう。詳細は概要欄で。